皆さんこんにちは、ゆるすもてあしチャンネル院長の林でございます。今日は236回目のテーマはこちら、妊活さんのための健康相談 Q&A でございます。皆さんはね、妊活するっていうのは本当ね、大事なこと、大変なことだと思いませんか？思ったように妊娠しないって人が妊活をするわけなんですけれどもね、今回はその妊活中の女性からいただいた質問をとりあえずまとめてみました。前回はね、妊娠中の話でしたけど、今回は妊活中でございます。妊活中のね方はもちろんですけどもね、男性、とにかくパートナーの方、とっても重要なんです。その方にもね、ぜひこの番組見ていただけたらと思います。今日もね、武藤先生がね、はい、一緒ですけど質問役で来ていただいてます。よろしくお願いします。では早速ね、質問ですが、そもそもね、妊活って何歳くらいから取り組むべきでしょうか？20歳でも妊活って言ってる人いるんだけど、実際に妊活の必要性って意味で言うと、ウィザーの場合ね、33歳からリスクが発生して、一般的には40歳でリスク 99% まで言われてますから、そういう意味では33くらい、ちょうど厄年かかった時ぐらいあたりからおやりになられたらいかがかなというふうには思っております。ありました。妊活する方は当然にね、排卵日のチェックを行って、お印のあった日に子作りをされてると思うんですけれども、何かアドバイスはありますか？まずね、排卵チェッカーっていうのは結構しっかりしたもので、顕微鏡みたいな覗くやつよりもしっかり出ます。それでね、だいたい確認してから36時間ぐらいの間に子作りをするんだけれどもね、36時間っていう、つまり2日間かな、かけて旦那さんと頑張ってもらうのが一番なんだけども、基本的にね、妊活してる人で僕いつもカウンセリングしたりして思うんだけど、作業なのよ、子作りが。これ聞いてる人ね、昼間とかに聞かれてもちょっと答えづらいんだけど、ぶっちゃけ作業なの。だからどういう風にしてますかって言ったら、どういう風に答えたらいいんですかっていうぐらいに、ちょっとドロドロした内容になっちゃうのであれだけど、ちゃんとお互いが愛し合ってますかっていう話なの。ちゃんと手はず組んでますかってね、大人が見てることを信じてますけど、ちゃんときちんとね。もっと変なこと言うと、ベッドの上だけの話じゃなくて、普段の日頃の会話、日頃のスキンシップ、日頃の愛情表現、その上でやっぱり子供が欲しいよねって思ってしている人たちが、妊活って言葉って僕なかなか聞かない。僕のとこ来てるお客さんはよ、実際は先生、子供欲しいんだけど、全然頑張ってるんだけど、愛し合ってんの、もうそんな間じゃないわよ、もうとりあえず割りよく出したらみたいなね、なこと言ってる人たちが妊活してるわけ。僕からするとそれってホルモンの問題があって、作りたいっていうホルモンが働かないんですよ。子供が欲しいはずなのに子供作んないとって思っちゃう。ああ、ちょっと違いますね。そう、人生のために、これから人生をいい人生にするために子供が必要よねとか、身内の方がお年を召してて早いところ子供を作って見せてあげないとみたいな、ね、そんなこと言ってる人もいるんだけど、それじゃダメ。実際ね、妊活しているご夫婦の原因って、うん、女性の方だけにあるものですか？もちろん男性と女性で作るわけですから、男性も叱る問題があって、女性にももしかしたら問題があるんだけど、よく子宮内膜症とか子宮筋腫とか、いろんなその問題が生じてる人はいるんだけど、それでもね、僕の一番最初に結婚した女性、あ、そういう言い方すると先生複数回って言ってるんだってバレちゃうんだけどさだけど最初に結婚した女性は本当に僕たち苦労したけど、でもちゃんと普通に妊娠して可愛い娘が生まれました。ですからそういう意味では、僕としては女性だけが全て悪いんじゃないと思います。でね、ユリシスのことだけで言うと、ユリシス来てて妊娠しなかった女性って患者さんは女性しか来ないもんだからね、そういう言い方になっちゃうんだけど、確か2人か3人しかいないんですよ。この2人か3人の共通項をちょっと挙げてみました。男性に重度のアトピー性皮膚炎か、もしくは腎臓疾患が認められた人。重度のアトピー性皮膚炎っていうのは恐竜の肌みたいな感じ、ガサガサガッサガサ、ちょっと引っかいたらすぐ血出てる。でもその人たちは結局腎臓をケアするとね、うちの時飲むとすごく綺麗になるね。なんだけど、そういう人に限って俺はそういうものは飲まねえとかって言ってるのよ。そういう人がね、それは奥さんかわいそう、はっきり言って、うん。でね、もう一つはね、男性がね、非常に精神的な部分も含めて重労働な人、ものすごい忙しくてなかなか家に帰れないとか、そういう人たちでもすっごいストレスかかってる人は、男性の精子そのものがね、
やっぱ力がない、だからやっぱ妊娠しづらいですよね、うん、年齢問わずっていう、そうだね。でね、そういう肉体労働系、僕も昔建築やってたんで肉体労働系のところに職人の世界いたけど、あれ不思議ね、ほとんどの人たちが、ね、全員とはないよ、でも7割8割女性、女の子、あ、生まれた子供がです、僕も女の子だ、あ、男の子が生まれた瞬間お前仕事してねえだろって本当に言われたんだ、へえ、うん、本当に女の子がすごく多いです。あとね、これは女性のケースなんだけど、女性がね神経質な人、もうすぐにイライラしたりとか、あと視野が若干狭い人、だから私はこうですとかって決めたらもうそれ以外動かない人っているじゃない、あ、どっかの例えば YouTube で見ました、なんとかで見ました、これって子供ができるって聞いたんですけどとか言われたら、うん、いや聞いたんですって言うんだったら俺とこに詰めるんだったら、いや自分でそれやれば、やってできなかったらうちを入れようっつったら、いやどう思いますかって言われて、私はそれやりたいんですよ、いやだから今言ったよねみたいな、そういうなんかありますでしょ会話ね、はい、たまに聞くよね、はい、そういうことを延々と続けてる人たちっていうのは正直なこと言うとなかなか妊娠しづらくて、しかも年齢が45歳以上、 うちでも46歳48歳の人も妊娠してる人います、だけどやっぱ45歳以上だとちょっと厳しい、正直言ってゼロじゃないってだけでちょっと厳しいです。わかりました、はい、妊活のコツってありますかコツ、それは子作りのコツってことですよね、なんかこういうことをしたらなんか確率上がるじゃないですけど、じゃあユリシスの妊活の治療というか、うん、そのアプローチで言わせてもらうとね、はい、まず男女ともに当院の頭蓋骨精密調整というちょっと高度なテクニックを使ってホルモンの促すところの脳下垂体を解放してあげるっていうことをちょっと専門的にやります。その上で全身の筋骨格施術をやらせていただいて、送信やんなくていいからオールインワンパックじゃなくていいです、全身の筋骨格施術を約半年間受けていただいて、その間にお体の特徴とかを理解してアドバイスをさせていただくと、いくつかコツのようなものあるんだけど、多分武藤先生も知ってると思うんだけど、これ放送で言えないよね。そうですね、あんまりね、はい、しかも万人に効果があるかっていうとそれはそうでなくて、そういうタイプの人がいらっしゃるってだけなんで、やはり一度ご覧いただかないとなかなか YouTube 配信ではお話しすべき内容じゃないんじゃないかと、取りようによってはただの下ネタになっちゃいますんですいません、はい、そんなことでご勘弁ください。でも今ね、妊活されてる方ご覧になってると思うんですけれども、そういった方にね話せる範囲でいいので、うん、何かこうワンポイントアドバイスがあればお願いできますか。まずね、うちじゃなくてよ、病院で一生懸命妊活してる方、これから始めようとしてる方、今一度ねその目的と意義をね再認識してください。なんで子供がいるのか、なんで必要なのか、それは自分たちの将来のためとか言ってるんじゃなくて、本当に2人の遺伝子が共有して初めてできる命です。それが本当に楽しみでいられるかどうかです。そのね気持ちをね楽に思い詰めず、望まれて生まれてくる子供を想像してね、2人の遺伝子でこう一つになって、この育む喜びっていうのを義務感や使命感で覆い尽くさないようにして、お金も気力もかかりますよ。使い果たして、ああ使っちゃった、子供できなかったね、でもいろいろやったけど頑張ったよ私たちって言ってね、そうやって気が抜けた途端に子供ができるなんてことはとっても多いんですよ。だからそれだけ気持ちをね追い詰めないように自分を許して楽しい時間過ごしてほしいの。妊活するぐらいですから大変に妊娠しづらいのは分かってるんだけど、何事もね希望を持ってね、2人で愛し合って、それで本当にそれがねたとえできなかったとしてもいい時間を2人で過ごせたねって思わないと、お金と時間使って無駄だったねって言われるようなことをね夫婦でやるとね、その後ちょっとね夫婦関係がよろしくなくなる人たちも見てきてるので、本当に皆さんね純粋な気持ちで子作りに励んでいただきたいと思っております。妊活してる方は本当に大変だと思いますけど、頑張ってやってみてください。よかったらユリシスに来てみてください。それではね、これお話ししましたけどね、また妊活について質問ございましたらコメント欄に書いていただければと思います。この内容が良かったと思った方は高評価チャンネル登録していただけると幸いでございます。それではまた次回よろしくお願いします。それではさよなら。